いろいろコンビニとかスーパー行って帰ってきました。今回やるのはポテトチップスの、バターが絡んだ商品、ジャガバター北海道バター醤油。なんでこれをやろうかって思った理由がですね、セブンイレブンの限定でポテリッチバター醤油味っていうのが出たんですよね。でポテリッチというのもともと知らなかったんですけど、とりあえずギザギザポテトだなと思いまして、ギザギザポテトでバター醤油味って言ったら、あ、違った、今気づいたんですけど、私毎年この季節の期間限定で出るアラポテトのこのジャガバター味がすごく好きなんですよね。でこれもギザギザポテトでバター醤油味だと思ってた、食べてたんですけど、ジャガバター味だったんだ。ということはジャガバター、ジャガバター、バター醤油、バター醤油という、とりあえずこの4つ食べていこうかなと思います。これ私一部のセコマでしか見たことないんですけど、北海道産ジャガイモとバターを使って北海道の工場で作ってるっていうんで、多分北海道限定じゃないかなという商品なんですけど、ちなみに全部カルビーです。アラポテトも北海道産の、しかも新ジャガを使ってるんですね。何も考えないで食べてた。ちなみにこのポテリッチは自立するらしいです。こういう感じで、こういう感じで、北海道バター醤油味ってもうポテトチップスのビッグバッグにも出るぐらい、気がついたらレギュラーになってましたね。塩、コンソメ、海苔塩、北海道バター醤油ぐらいの。でちなみに今日このアラポテトのジャガバターの味を探すまでにコンビニ1、2、スーパー2個を回ってやっと見つかりました。もうどこもかしこもアラポテトの薄塩しかなくて、そろそろなくなりそうなので、これが好きだよという方はケースで買うのをおすすめします。じゃあどれから食べよう。ド定番、北海道定番って書いてあったってことは、もしかしてこれ北海道だけでこんな盛り上がって売ってるのかな。あれ、分かんなくなってきた。はい、北海道バター醤油味はまず香りが最高。幸せバターみたいな味する。例えば幸せバターはなかったの。いや、このジャガバター味はどうだろう。あー、全然違う。なんか北海道バター醤油味の方が甘みが、うん、甘みまで匂いで伝わってきます。アラポテト、確かにこれとこれは一緒かも。アラポテトはあんま今3つの中で一番匂いが少ないです。分からん。とにかくこれが一番嗅いでていい匂いですね。そしてポテリッチ、あれ同じバター醤油だよね。やっぱりこれが一番いい匂いですね。はい、では定番の北海道バター醤油味、北海道での定番なのかもしれないんですけど、いただきます。うん、やっぱこれ一番美味しい。まだ全部食べてないですけど、これが一番美味しい気がします、味として。次、これとこれだけギザギザじゃないんですけど、こっちがバター醤油で、こっちがジャガバター。ジャガバター味とバター醤油の違いがいまいち分かってないんですけど、いただきます。うん、なんか味は一緒なんですけど、匂いがこっちがすごい甘くていい香りするから、こっちの方がなぜか美味しく感じちゃう。マジック。そして今回のお供はガラナ、セコマの。いただきます。
ガラナめっちゃ美味しい、うん、じゃあ次、アラポテト。これもっと買ってくればよかったって後悔しますね。いただきます。うん、ギザギザなだけで美味しさが倍増する。これ匂いはそんなじゃないんですけど、バターの甘みしょっぱみみたいのが、これがナンバーワンかと思ってたけど、これの方が上ですね。しかもギザギザポテトっていうことによって、なんか満足感も上がって、これが第1位ですね。で次ポテリッチ。私ほんとこの間これを初めて食べた時に、あれうまいと思って、アラポテトとどっちが美味しいんだろうって思ってたんですけど、ちょっと一緒に食べないと分かんないですよね。いただきます。ポテリッチ、うん、醤油感が強いのかな、なんか奥深いんですよね。なんか出汁が入ってますみたいな。ちょっと待って、アラポテトと何が違うの？味が違います。うん、アラポテトの方が甘い。どっちも食塩砂糖入ってる。あ、でもこっちの方が砂糖たくさん入ってます。こっちは食塩の方が多い。確かに、なんかこっちは似てるけど、そうだよね。でもバター醤油味とジャガバター味だから、そりゃそうですよね。こっちの方が醤油味でしょっぱいと思う。当然のことでした。うん、でもこれセブンイレブン限定なんですけど、これも今日私買ったところラスイチだったんですよね。多分これもそろそろお店から消えるのでは。うん、結果として難しい。 ここのポジション第1位やっぱりアラポテトでした。アラポテトはやっぱ勝るものなし。これもすごく似てたけど、甘いのが好きな人はこっちだな。1位、あーでもどうだろうな。1位2位3位4位、いやこれももちろんすごい美味しかったんですけど、こういう順番ですね。1,2,3,4 です。うん、これは個人的にただただ食べ比べなかったんですよね。これとこれが食べ比べたくて。こっちのバター、北海道バター醤油味は砂糖っていうのは入ってないですね。乳糖は入ってるんですけど、このマルチトールっていうの甘さなのかな。この北海道バター醤油味は匂いがもう格段に香りがすごくいいです。甘い幸せバターの匂い。ただ言えるのは、普段レギュラーで買えるのはこれなんですよね。他のみんなはおそらく期間限定。そう思うとやっぱ付加価値がついて、やっぱりアラポテト一番ですね。知らなかったんですけど、ポテトチップスって冷蔵庫で保管しとくと、あのパリパリのままです。ポテトチップスを残すっていうことがないので、保存に関して考えたことなかったんですけど、冷蔵庫に入れとくとパリパリのままなので、残す方はぜひ冷蔵庫に入れてみてください。今日のお昼、こんだけポテチ食べたんですけど、セコマのパッタイ風焼きそば食べていきたいと思います。このエビがいい感じですよね。はい、パッタイってなかなか売ってないから、美味しそう。いただきます。この平たい麺がいいですよね。いただきます。あく、うん、なんかエビの出汁の味めっちゃします。そしてこれもセコマに売ってたので勢いで買いました。鬼滅の刃カレー。もうポケモンの勢いで、どこ行っても鬼滅の刃がいて、鬼滅の刃がないお店がないですね。
私やっとこの2人が誰なのか分かるとこまでアニメを見ました。この人めちゃめちゃ強い。この人めちゃめちゃサイコパス。オリジナルキラキラシール全12種入ってるので それだけちょっと一回動画で出したいと思います。せーの、てれん。割といい、いいんじゃない。あ、12番ですね。12番目のシールです。これ炭治郎と禰豆子が雪の中うおーっていう顔してますね。あ、でこれが天狗の師匠さんと修行を助けてくれた2人。この2人ってもう今後出ないのかな。とりあえずですね、Amazon プライムで鬼滅の刃見れるので、もしプライムビデオ見れる方は見るといいです。私は5話ぐらいからやっと楽しくなってきました。最初1、2話見てもなんかピンとこなくて見るのやめちゃったんですけど、5話ぐらいまで見ていいかもと思いました。以上、ポテトチップス動画でした。